はい、では、発表させていただきたいと思います。自己紹介ですけれども、私は、面白法人カヤックというウェブの企業のエンジニアをさせていただきまして、今、社会人6年目なんですけれども、大学は、金沢大学の博士課程までずっと、20年間以上北陸にこもってまして、それで、博士号を取得した後、カヤックに入社して、仕事自体はエンジニアの業務、プログラミングなんですけれども、趣味で、研究を進めてまして、そこで、いろいろ研究をしていて、フラクタルとかは、完全にもう趣味の研究って感じなんですけど、その、数を表す方、奇数法だったりとか、音声、音楽だったりとか画像メディアとあたりの、その、見たりとか聞いたりとかして分かるようなデータの取りまとめとか、あと計算機の、効率化などを、日夜研究しております。で、今回の発表の概要というか、今回のカジュアルトークの、サブタイトルにもなっている、その機械学習に明日役立つかもしれない数学ということで、今回発表する内容も本当なんか計算機の、機械学習の基礎的なところとかではないんですけれども、これを知っていることによって、機械学習に、のベースだったりとか応用なんかに役立つものが、紹介できたらなと思ってます。で、結構その独自研究が多いので、教科書とかに載ってないようなこととか結構出てくるので、結構話が飛んだりとかするかもしれないんですけど、一応アイデアとしては、その今まで研究してきたものの独自研のものを紹介させていただいています。ではまず、早速、やっていきたいと思うんですけど、研究その1、解析信号というものですね。音声信号処理の、基礎的な技術として、フーリエ変換っていう概念があるんですけど、フーリエ変換って聞いたことある人どれぐらい結構いらっしゃいますね。フーリエ変換っていうのは、音声信号左側のような時間が、横軸が時間なんですけれども、時間軸に対して、値が決まっているようなものを、右側のように周波数を横軸とした、スペクトルというものに変換して、それを処理するというものになっておりまして、定義というか、実信号をフーリエ変換したら、この図のように、スペクトルの、実部、フーリエ変換の実部の部分が、絶対値が、左右対称になるっていうのが、ちょっと案に含まれてるんですけど、それが結構この技術の、基礎的なところになります。まず、三角関数と指数関数の関係なんですけれども、サインとかコサインとかの三角関数っていうのは、オイラー公式で書くと、E の、I なんちゃら乗っていう形の、複素指数関数の実部というふうに、捉えることができまして、これを使うことによって、役立つんですけども、この、画像のように、バネっていうのが、その今こう写真で見るとその正弦波の形をしているんですけど、実際の3次元の形としては、渦巻き状のバネになっているので、その正弦波のいつも見る形、単振動よりも、バネの方が、自然な形だろうという原理に基づいて、そういうバネに変換する、関数というのを考えました。で、実関数の、実信号の複素化っていうことでして、正弦波を、バネにのような形にするっていうフィルターですね。で、これがその最初に言った正の周波数成分と負の周波数成分のうち、鏡写しになってるんで、片方冗長っていうのもあって、負の周波数成分を全くなくしてしまうっていう変換をすることによって、その複素化することができます。実際どういう形になるかというと、もう実例ですね。正弦波がそのさっきの、
単振動なんです。それが、一番シンプルな震源になって、三角形のようなもうちょっと歪んだ形になると、まあ、レモン型のような形になったりとか、そういうふうな、形の変化が起きます。でこれはどういう図かというと、そのバネ、単振動をバネに変換したそれをその横から見てる状態ですね。なので、こっちの軸に時間軸があると思ってください。でそれによって、まあ、例えばあいうえおっていう母音を、複素し、解析振動化すると、まあ、このような差ができて、まあ、うとかおとかが割と丸いに近くて、あとかいとかが結構ずれたような形、複雑な形になったりとかします。なんかホーミーっていう2つの、音階を両方同時に出せるっていう、方だと、その、高い、基本音に対して倍音成分っていうのがそのこの、くるくるした部分に現れてくるっていう、変化になって見えてきます。で実際その、人が喋った、言葉を、解析するにあたって、例えばこの、例だと東京っていう、音を、まあ、10人の、話者で、見比べてみると、その、子音と母音で結構形が違ってきてですね、子音はその、パとかガとか、とか、その過渡的な、変化があって、うーとかおーとかだと、その周期波形になるので、その「お」の部分は、安定していて、まあ子音の部分が過渡、的な形になっている。でどっちも、話者に違っても共通する部分と、まあその話者によって異なる部分だって、それを、応用できるんじゃないかって思って、どう役立つかというと、機械学習というのは、音声信号においても、音声波形とか、スペクトルをベクトルとして処理するっていうやり方もあるんですけれども、いかんせんやっぱり、機械学習今発展しているものはやっぱ画像処理をベースにしたものなので、画像としてその今の図形を学習させて、話者識別とか音声識別に応用できるではないかというふうな、応用が考えられます。まあ、それが、解析信号の話です。次、その2です。ブッチの倍音配列というものを研究しています。ちょっとこれをご覧ください。この表を見て、どんな、法則性があるか、なんか、左上が1で、1列目と2列目以降どう違うかとか、まあ、1行目と2行目と共通しているものは何かとか、ちょっと見てみると、まず、1列目は奇数なんですね。1、3、5、7、9、奇数が順番に並んでいる。で2列目以降は奇数以外なんで偶数になります。で、これを、1行ずつどういう変化しているかっていうと、奇数は、まあ、2ずつ増えていて、2列目は4ずつ増えてる、3列目は8ずつ増えてるという感じで、列が、全て解差、等差数列になっています。で、行で見てみると、1、2、4、8、16というのが、2のべき乗になってて、3、6、12、24、48というのは 3×2 のべき乗になっているという感じで、行が、全て等比数列に、公比2の等比数列になっています。でさらに、この、表を見ると 1、2、3、4、5、6、7、8 って、同じ数が被らない、ようになっていて、しかも、まあ、これを、列行無限に広げると、全ての自然数を1位に表すことができます。でこれをもっと、分かりやすく見ると、二進数として、表示するしてみると、一番左っていうのは奇数なんで、最下位ビットが1になりますね。でそれで、2倍2倍2倍ってしていくので、右に行くにつれて、右端の、0の個数が1個ずつ増えていくと。なので、1列進むというのが、左ビットシフトに、相当することになります。で、まあ、この表をその、まあ
なんか調べても、特に名前がないみたいなので、まあ、僕の名前を使って物質のバイオ配列というふうに呼んでいきます。でこれを使って、表されるのが、その、今のその自然数を表から自然数を表したんですけど、自然数に対してその、その各行と列を求める関数というか、分解することを、考えるんですけど、まあ、例えば28とかは、左側の 2s+1 という部分が奇数の、部分になるので、なって、右側が、2で何回割れるかなので、28は 4×7 と、7×4 と表せるので、2の2乗で割ったとき、残りが、7になるので、2×3+1 っていうふうに表せて、S と E が、3と2っていうことになります。これを分解と呼びます。で、これをそのなんか数式で見るとなんかちょっと複雑なように見えるんですけど、実はすごく単純で、11100っていう二進数で見ると、E というのは、右側に0が何個あるか、右から見ていて、初めて1が現れたところを、区切りとして、その右側が、全部0なので、0の個数を数えるとその2が出てきて、その、1から左の二進数をそのまま、二進数として読んでやると、まあ、3っていう風になって、分解することができると。でこれを使っていろいろできるんですけど、まあ、他に発展としては、その0行目以上のところを考えると、ちょうど政府が逆転してひっくり返ったような形になっていて、整数全体を表現することができるようになります。でさらにこっちの左側に拡張することによって、その2分のなんちゃら4分のなんちゃら8分のなんちゃらって、半分半分になっていくので、その実、二進小数っていう、まあことにはなるんですけど、まあ、無限にいけば、まあ、実数全体を、表現することができます。なので、その今、計算機の、奇数表現というのは、まあ、整数の、整数以外に、実数を表す方法として不動小数点数っていう表現形式を、まあ、基本的に使っているのですが、不動小数点数も基本的には二進小数を使って表現するんですけども、その、不動小数点数よりもその、この表現領域を、変化させることによって、柔軟な値の表現範囲を決めることができるので、その、ビット数をその有効に活用することができるっていう、ことが考えられると思っております。で、今、端折りましたけれども、計算するっていうのも必要で、その、バイオン配列を使った、その、数の、足し算、掛け算、引き算、割り算をやるっていうのも、ちょっと今除算はちょっとまだよく分かってないんですけど、加減算もまあできて、乗算、特に乗算がかなりやりやすくなることが、今計算で分かっているので、その、不動小数点数に代わる、数の表現ということで、まあ、その機械学習の基礎的なところに作られるのではないかと思っております。で最後の、原理なんですけども、まあ、これまた僕のあだ名が入っているんですけど、まあ、物質数、平面的二進数というものの研究で、二進数というのは、まあ、このように1101100というふうに二進数表記でできるんですけれども、まあ、その、まあ、大きい数になると、その0と1が横にずらっと並ぶんですけど、それに、数に1を足したときにどうなるかっていうと、1が、連鎖的に繰り上がって、1がつながっているところが全部0になって、最後にある0が1になるっていう、繰り上がり方をします。でここがまあぶっ飛びポイントなんですけれども、
これをその上に繰り上がるっていうものも付け加えるとどうなるかっていうのが、平面的二進数の、すごいところで、その 1+1 が10ってなるのが、0110っていう、平面に、なるということで、それに1を足したら、まあ繰り上がりなし1なんですけど、さらに1が加わると、左と上に連鎖して、上の方に1が、並ぶような、平面に、二次元的な配列に変換されると。でこれで123456789って表すとこのようになるんですけど、まあこれだとなんかどういうふうに広がってるのかまだ想像しにくいんですけど、この1という0を、白黒で表してこう見てみると、この数を大きくした時に、すごいなんかまあフラクタルではないです、フラクタルみたいな、なんか特殊な奇妙な図形が現れます。で、これまあ言ってしまえば、この研究は僕が研究してきたものの中で、まあ、最も、最大の発見だと思ってるんですけど、まあの一方で何の役にも立たない数の表現なんですけど、これをそのどう役立てようかって思った時に、まあその今考えているのはその二進数、まあ、その平面的二進数をそのセルオートマトンっていうふうに捉えて、それをそのまあそういう仕組みの中でそれを、ま、さらにニューラルネットワークのように構成したらどうかっていうふうに思ってます。どういうことかというと、セルが、これは二進数の3ビットの二進数っていうふうに考えると、下から1に1を足して、繰り上がりが生じるっていうのが入力で、それで、その二進数の状態が変わって、繰り上がりがさらに起こったら上に出力して出ていくっていう風な構成で考えれば、その、まあ、これ自体が、オートマトンとして、作用していて、それがその、まあ、2が入ってきたら1を出すみたいな、そのまあ、発火するみたいな、まあ、ニューロンとして考えることもできるんじゃないかと思って、それをその、物質数で考えると、まあ、ある桁の右と下のセルから、1が入力されてきて、それで上に逃げていくっていう、ニューロンとして考えられるんじゃないかと、そういう感じで、考えております。で以上、理解としては、まあ、解析信号で、まあ、画像処理的な、方法で音声処理ができると。で、物質のバイオ配列子は、まあ、計算機におけるシンプルな数表現が可能になると。で物質数は、まあ、ニューラルネットワーク的な、構成で、役立てるんじゃないかと思っているということで、一応、なんかすごい話をぶっ飛んでしまいましたけど、ご清聴ありがとうございました。何かご質問などあれば、はい。そこなんですけれども、音声信号を処理するときって、まあ、あくまでもその時間変化との比較なんですけれども、こう値があって、その、値を見ただけだと、ここにある点とここにある点が一周期違うっていうのが、まあ、分かるわけですけども、ここと同じところにここにも同じ値があって、その、ここが、下がってる方の点なのか上がってる方の点なのかがよく分からなかったりするんですけど、それをこう表すことによって、ここにある点とここにある点っていうのを区別することができるっていう、そこら辺に結構は可能性があると思っているっていうところですね。はい、そういう感じでその、はい、はい、他に質問あります？それでは、あ、はい、はい、カーペットとかそういうなんか家具にしたりしないですか？それで言うとこれは僕的にはこれネクタイにしたいですね。
この形のネクタイを作りたいっていうのと、結構ありだね。あとカーペットだともっとあのフラクタルを使ったカーペットはちょっと作りたいと思っていて、そのあの個人的な発想でフラクタル音楽っていうフラクタル図形から音楽を生成するっていうのをやってて、いやちょっと気になるのが、そのカーペットとかを作るときに、はい、そのカーペットの裏面にその実際行列がずっと書いてある使う人によって表と裏どっち使うか決めるみたいな面白そうだなあ、はいはい、よく見ると数がいっぱいいて、はい、自分のちょっと部屋に置きたいなちょっと今後作るかもしれません、はい、なければ以上で終わりさせてもらいます。ありがとうございました。